さんこんにちは、ビックリタイムビックリの部長田口です。さあということで本日ですね、あいにくの雨なんですけれども、雨も滴るいい男高橋部長、今日もですねロケをしっかりやっていきたいと思いますよ。ということで現在僕がいるのはですね、こちらグイアンジェードですね、シーユエンルーの、ところにいるんですけれども、こちら皆さんご存知でしたか、かつてですね台北 DEJ と言われてですね、台北で一番栄えてた場所だったんですね。古くはですね、新時代そして日本時代からあるものなんですけれども、その当時のですね建物がほら残っていて、古き良き時代の感じがしますでしょう。日本人の僕からするとですね、すごい台湾っぽいなっていう感じでね、いつもここに来ると写真を撮りたくなるんですけれども、さあ今日はですね、なぜここに来ているかと言いますとですね、なんと再び日台の交流イベントが行われちゃうんです。よいしょー。さあ本日はね、何が行われるかというとですね、なんと岩手県の盛岡市のですね、さんさ踊りがこちら台北で行われるということで、テーマはですね、盛岡さんさ踊り in もんじゃー。よいしょー。いやー楽しみですね。皆さんさんさ踊りご存知ですか。さんさ踊りはですね、日本の五大祭りの一つとも言われてまして、なんとですね、かつてギネスブックにも載ったことがあるという、世界最大の踊りということで、ね、ギネスブックにもね載ったことがある、そんなさんさ踊りがこの台北で見れちゃう、興奮しちゃうでしょう。何ふうかふうって言ったのね何よ、何でしょうか。盛岡はどこですか。盛岡知らないの。ないうわーだせまあ冗談です、まあね、知らないことも多いと思いますんで、盛岡はですね、岩手県のですね県庁所在地とされてましてですね、まあ、いわゆる中心部分ですよね。その盛岡は、岩手県の中で最も栄えている場所って言い方をしてもいいのかな、まあ、中心核とされている場所っていう場所なんですけれども、有名ですと盛岡冷麺なんかがですね、名物の食べ物として有名な場所なんですけれども、そんな盛岡でね、さんさ踊りはこちらで行われちゃうんですけれども、今日はですねそれを密着取材したいと思います。ただですね、お腹すいた。お腹すいたよ。朝だもん。ワンファーレンの早餐。ワンファーレンの早餐。はい、ワンファーレンの早餐。ローゾー。台湾風肉入りおかゆ。おかゆやだよ、俺だってそんな。おかゆだ。日本人おかゆ病気の時しか食べないもん。おい、それは怖い。傘でタバコ吸うんだよ。怖いわ。ダメなの。台湾人の朝ごはん、ワンファーレンの美味しいよ。美味しいの。本サオローあんだ。マジで、はい、ちょっとその本サオローとしてこのローゾーを求めてですね、ちょっとそのお店に行きたいと思います。じゃ早速ね行ってみましょう。レッツゴー。さあということでですね、こちらローゾーを求めてですね、現在僕ですねワンゾージエにやってきたんですけれども、聞くところによるとこちらのお店ですね、なんと67年の歴史があって、1956年からあるんですよ。僕の親父が生まれた年からあるということ でこのローゾンがですね、なんとこのワンファーの皆さんの昔ながらの懐かしい美味しい味がするということなんでね、早速ちょっと中に入って行ってみたいと思います。こちらみたいなんで行ってみます。めちゃくちゃびっくりしたのが、今ちょっと中のあのメニュー、昔ながらのメニューに書いてあったんですけど、あのローゾーが10元やばくない。15元日本語間違えると15元だったんですよ。めちゃくちゃ安くないですか。俺だって今台北ね、今こんだけ大変じゃないですか、生活するの。僕も大変なんですよ、日々生活するのがね。本当にジャーガがどん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 上がっていく、世界中どこもジャーガがどんどん上がっていく、こんな中で15元でやっていく、すごくないですか皆さん。感動的ですよ。ということでその15元の、ね、ローゾーン含めてちょっと今日ね、僕食べたいものいくつかあるんで、それも一緒に注文して中行ってきます。行きましょう。哎，老板，老板，老板，想问一下，我要点个一个红烧肉。我听说这个红烧肉很厉害的，好像是台北三大之一的红烧肉，是吗？是。是有什么？你们有什么秘诀吗？为什么这么人气？我们是说是当天现宰的猪了。什么？当天现宰的猪。哦，当天现宰，当天现宰的猪，很新鲜的。哪里的猪哦？漂亮就可以了。漂亮就可以。对啊。台湾的吗？对了，台湾的了。你们是夫妻吗？你是老板娘是吗？你们是老板娘吗？啊，老板娘，你们店已经开多久了？70年的，すごくないですか？啊，你们为什么这么生意很好哦？啊，好吃啊！好吃就是好吃，而且我听说你们肉粥是15块吗？15块。啊，对对对对，15。15。啊，15。为什么这么便宜哦？很厉害呢。我得有一点回馈给大家啦。啊，なるほどね。皆さんのために。素晴らしい老板ですよ。感動的。可愛らしい初代オーナーさんとオーナー夫人。
お二人の年齢を合わせると200歳近くに。毎朝美味しい朝ごはんをありがとうございます。さらにタクシはお肉のおかゆや本社おろう以外にもイカやマコモダケの料理などを注文していました。美味しそう。さあということでこちら用意していただきました。そして見てください皆さん、ものすごい行列じゃないですか。今ですね、朝のだいたい9時過ぎぐらいなんですけど、ものすごい行列で、そしてですね皆さん、僕今日食べる前にですね、なぜ台湾の皆さんがあのお粥を朝食べる習慣があるかをですね、ちょっとジャオシュエしちゃいたいと思います。ということでこちらねご覧ください。台湾の方がですねお粥を食べる由来ということで、ですね、台湾の初期のね台湾の人々はですね、家でほとんどがですね農家だったんですね。で農家の方々っていうのはですね、お昼ご飯を食べる習慣がなかったんですね。やっぱこうお手洗いに行くのが大変ですから、農家の方々っていうのは。でですね、畑仕事をするためにですね、朝いっぱいねお腹いっぱいにしなくちゃいけないんですよね。でね、当時のですね台湾でですね、白米、純粋の白米というのはですね結構高価なものだったため、皆さんですね朝お粥にして、ちょっとこう水でかさ増ししてお腹いっぱいにしてお粥を食べるっていう習慣ができたんですね。で昼間はですねドライフルーツですとかその辺の木の実を食べて、こうお腹の透かしをつないでいったということで、このお粥があるんですけれども、そしてこちらのお粥はなんとローゾーのお粥ということで、えっ、つうかまあ、いや味噌汁じゃん。味噌汁じゃなくて、日本で味噌汁をご飯の上にかけて食べる、なんだっけ、お茶漬け、あ、違う、お茶漬けじゃない、猫まんまっていう食べ方があるんですよ。猫まんま、猫にあげる、猫にあげるご飯だから猫まんまっていうんですけど、でもそれやるとお行儀悪い人怒られるんですけど、それにめちゃめちゃ似てる。でなんかこれ聞いたらですね、中にですね、あのエシャロットですとか、とロー君とかですね、あとはドーピーか入ってるって言ったんですけど、ちょっとじゃあ早速ねいただきたいと思います。あ、でもエシャロットの香りがめちゃめちゃ強いわ。いただきます。うまっえうまっ、ちょっと待って、じゃあすぐすぐトンバン、リャンガトンバンの、はい、めちゃくちゃ大好きよ。あ、そうなんだ、ケビン大好き、確かに美味しいね。さ、さ、え、俺のこと使います。ちょっと体調悪いから調子悪そうです。でも美味しそうですね。すごいなんか思ってたよりもお米が結構一粒一粒しっかりしてて、なんかねお茶漬けみたいにベチョベチョはしてなくて、ちょっとこうなんつうんだろう、雑炊っぽい感じですね。でなんかこう食材一個一個の味もですねすごいしっかりしてるんで、すごい食べやすいですね。少し醤油っぽい味わいに近いかもしれないですね。うん、これすごいよ、トンバン2個で食べれるのはマジですごいと思う。で見てこれ来ましたよ、台北サンダーズイーダホンサオロ、うわー見てこれこれでかくない、普通のホンサオロよりでかくない。これが辛い方のソースということで、ソースをつけるんですかね。台北サンダーズイーホンサオロいただきます。あ、なんか全然ホンサオローって感じしないかも、唐揚げっぽい感じする。個人的には今2枚食べたんですけど、結構食感がすごいしっかりしてて、で外の皮がカリッカリなんですよ。すごいなんか揚げたての俺のママの唐揚げ食べてるみたいです。うちのママの唐揚げみたい。え、マジで本当に。でしかもこれ生姜めちゃめちゃ美味しいし、辛味ソースも全然辛くないです。これ多分日本人絶対好きな味だと思う。これにこれ食べたらもう最高でしょ。うまいわ。続いていただくのはお店の人気料理でもある湯通しイカ。いただきます。お肉にさらに海鮮回したから食べると、いただきます。うん、全然臭みがないし、食感もめっちゃコリコリしてます。めちゃめちゃキュ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 、めっちゃコリコリしてるわ、本当に美味しい。あ、でそうか、でここなんかね、さっきメニューで見たんですけど、さあゆうえんということで、見てほら、ドワインドワインだ、ドワインドワインで、ん？とろけた。うん、あ、僕が前食べたよりもすごい食感がもちもちしてる。なんかちょっとね、こんにゃくっぽい感じするかもしれないです。で、この辛味ソースがすごい程よい辛味で、程よいかも。ほら、ものによってちょっと辛すぎるものもあったりするんですけど、すごい程よいピリ辛ですごい食べやすいですね。続いていただくのは、日本ではなかなか見かけることのないマコモダケ。
まあ、これ絶対美味しいでしょう。いや絶対甘いっすよこれ。いただきます。これ見て、透明で美しい。いただきます。あ、やっぱ甘いわ。すごい甘みがすごいしっかりしてて、で食感もすごいシャキシャキしてます。新鮮なのがすごい。さっきラオバも言ってたんですけど、食材が全部新鮮って言ってたんで、それがすごくわかりますね。で最後にですね、これジューシントいただきます。うわちょっとやっぱね怖いね。たかしとっても怖がっています。たかし怖がってないで、早く食べて。大丈夫ちょっと怖いね。いただきます。これヤオザンチャンマン、ヤオザンチャン、ザンチャン超好き。うちのスタッフのケビンが言うんで、美味しいこと間違いないです。いただきます。本当だ。え、ワンチュンメイシンウェイね。とワンチュンメイシンウェイ、え、めちゃくちゃ美味しい。え、ワンファーの方これ朝から食べるんですね。すごい美味しいわ。あのこれ多分このタレと食感もすごいいいから、でお粥がほらすごいすぐなくなっちゃうんで、これですごい食感があるんで、すごい満足感がプラスされると思います。いやすごい美味しいですね。今日日本の方もすごい多いんで、日本人におすすめですね。さてこれですね、なんと日本人のお客さんにインタビューさせていただけるということで、はい、ニハオ、ニハオ。え、台湾に住んでらっしゃるんですか？住んでないです。あ、旅行ですか？はい、あ、そうなんですね。今日なんでこちらのお店に来られたんですか？一緒にあのその住んでる方がいて、はいはい、あ、並ばないとあの取られちゃうんで、すいません。に紹介していただいてきました、はい、あ、そうなんですね。ここじゃお店初めてですか？初めてです。台湾の朝ごはんって何か食べたことありますか？ないです。今日が初めて。何日目ですか？昨日来たので。あ、昨日来たんですか、はい、うわ、初っ端からここ来たんですね、はい、お、すごいですね、はい、結構ローカルなお店なんですけど、あ、多分その方が教えてくれた。はいはいはい、はい、今どんな、何がおすすめって聞きました？あのおかゆ。あ、おかゆですね。めちゃくちゃ美味しいんで、あとおかゆとなんかいろいろあのお肉があるんですけど、はい、紅焼き肉みたいな、それもめちゃめちゃ美味しいんで、見ました。ぜひよかったら食べてみてください、はい、ありがとうございます。你好你们是在地人吗？是，我是。红烧肉很好吃。红烧肉很好吃，那跟其他店有什么不一样吗？你自己觉得？它比较粒粒分明，然后汤头不错、嗯，花枝也很新鲜，也很好吃、啊。我们每次都会点。花枝的那个海鲜酱，一级棒。一级棒呢，很棒呢。好啊，ありがとう。美味しいね。美味しいね。ありがとう。美味しい。我们都在挑这么大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。